ばんは、はい、こんばんは、ナナです。初めまして、マクさん担当します。マリです。どうも。はい、こんばんは。こんばんは。はい、今日はどちらに来てますか。今日はソミョンのジュリステファです。あのソミョンではここ待ち合わせってなるとここ使いますよね。はい、うん、今日は何を。今日はディスコパンパンですね。イエーイ。ディスコパンパンっていうのはディスコの踊りながら、うん、そんな本当に踊るんじゃないですけど。本当に踊るんじゃないんだ。踊りながらって動きが、あ、動きが、だからディスコパンパンなんですか。そうです、私はそうだと思うんですけど。 でパンパンは何ですか。パンパンはただパン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 からあの説明になってません。説明をしますと 52% ぐらいしか分からなかった。ゲームセンターがあるんですけど、はい、そこの中に大きな乗り物があります。それが丸いんですけど、うん、そこにこう座って回されるわけです。それを、まあ、乗って楽しむというやつですね、はい、乗った経験は。はい、初めてです。初めてです。ないです。お、2人初めてです。では行きましょう。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このままですね、このジュディステファ百貨店の裏側に進みますとゲームセンターがある。はい、ゲームセンターがあります。その中にございます。はい、あそこですね、サンボゲームレンデュー。はい、この裏側のサンボゲームランド。はい、すごい、あの、怖い。めっちゃ怖い、はい、今ちょっと見てたんですよ。すごい怖くないですか。めっちゃ回されてます。やばい、めっちゃ回されてます。めっちゃ緊張してきた。めっちゃ緊張してきた。手が冷たくなってきた。やばい、深く変えません。やばい、どうしよう。こうやってあのライトが当てられるんですけど、その時に距離が重くて、それを見てと離すっていう。네어누구는이렇게남자친구없어가지고이렇게여자둘이서와서매달려앉아있는데지금3인가놀소됐어요잠시만스타트됐어요3인가서카메라떨어뜨릴텐데한국사람이아니에요아니에요어느나라사람이에요어어근데한국말되게잘하시네요어여기있다여기도일본분들아두분은한국사람아여성분들은일본사람이고남성분은한국사람어そして手がこうやって굽식이지굽식喋りながら操作してます。몇살이제지금남자들시선집중되고보이죠고등학생2학년들너네지금치마입고지금담요안에서미소돌아갈거니까리포화이팅마나와돌이될수있습니까이래남의돌이되나갔다라죽이마셨네혼자앉으셨어요아자리가없어서네일본에서한국에이렇게놀러오신거예요뭐하러오셨어요아한국에살아요아일본에서유명한게뭐가있죠수지요아스시아초밥이렇게몽타주만보면저기네이버웹툰프리드로브에나오는그사람닮았는데아이렇게이름이뭐더라히사시브리안에있는데자이제마무리는여기까지만놓고죠자고생들많이하셨고마리가너무고생많았습니다이렇게한분한분천천히자出てきます戦いを終えてですね強かった強かったやばい
ちょっとやばい。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 やられた。死ぬと。あっち。やばい。やばい。やばい。死ぬと思った。死ぬと思った。最後死ぬと思った。はい。思ったより厳しい感じ。ね、厳しかった。はい。激しい感じ。なんです。はい。死ぬと思った。でも腕どっか行くと思った。なんか取れてました。取れてたよな。あれちょっと外れてましたよ、ね。外れました。あれ多分。大丈夫です。画面的に大丈夫。わかんない。これこれ出せるかな。わかんない。한국에게더잘어울리는것같은데쉽네요10시왜너만검은색깔이아니야아씨이게숫자가앞뒤로바뀐것같은데요세분다25잠깐이아가씨가22나세니까못갔네오크라이리えでもこれはお蔵入りにしてほしくないマジで死ぬと思った無事に読むとだから乗ってたら、うん、今もちょっと震えてますけど見てくださいこの手、うんうん、こうね手汗が出てくるんですよだから、はい、滑るからいやそうよ余計に掴もうとしたら腕が外れそうやけど離したら死ぬじゃないですか、うん、したら、うん、あんなぐるぐる回されちゃう時に、うん、めっちゃ怖かった乗って後悔すごい楽しかった楽しかった後悔でしかないいやでも多分やっぱ韓国に来たらこれは一回やりたいなって思いながらスリルを楽しむことを好きな人はおすすめしますあのね画面的に大丈夫ですか分かんないねこんななってるうんなってるなってる一番上にこう丸になって、うん、一番上にあのライト当てられると、うん、あの時に何回もガガガガやられたらそうです、ね、もうやばいもう前に出そうになってめっちゃ痛いお尻も痛い腕も痛いあれ何のためにできたのあれ何のためにできたのあれ何のためにできたのちょっと一人寂しかったねえなんか一人でね一人で痛い痛いほんまに痛いもうさここから話しながらちょっと韓国の激しさを感じました、はい、でもこれぐらい刺激がないとストレス発散にならんのかなって、はい、そうだよねでもあの DJ が話しかけてくれるのが面白かった韓国を感じる体験は一番いいかもとても喜んで1回が15分ぐらいやってますよねありがとうございます。ごぼうさんでした。あ、じゃあやってきますか。じゃあ行きます。締め。はい、せーの、わぼいさんでした。わかりますか。バイバイ。わぼいさん。わぼいさんでした。神崎さん今全然言えなかったから面白い。バイバイ。バイバイ。バイバイ。せーので、わぼいさんでした。バイバイ。わぼいさん。